皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室の先生を育成する先生が自分の心を整えるために必要なたった一つのことということについてお伝えしていきたいと思います。最近ですね、私自身が、お教えする方っていうのが、もちろん一つのこう教室の先生っていうだけの方もお教えしてるんですけれども、教室の先生、要は若手を育てる、ベテランの先生みたいな方も、見るケースが最近増えてきて、そうなるとどういう領域での相談が増えてくるかっていうと、もちろんご自身の教室業を流行らせていくっていう部分での仕組み作りというお話には当然相談に乗るんですが、それと同時にやはり先生、要は後進の自分の技術を引き継いでくれる先生たちを育てる上で、経営的なノウハウはもちろんそうなんですけれども、多分それよりも厄介で難しいのが、その先生たちのマインドをきちんと整えることが割と難しいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。というのが、結局何人もいるわけじゃないですか、教えている、私もそうですけれども、でその先生たちがそれぞれに思うこう方向性とかマインドとか、考え方とか、それを全部自分が真に受けてもろにその波を受けると、自分のブレ幅もすごく大きくなっちゃうんですよね。で それをしているとどういうふうになるかっていうと、その方ご自身が疲れちゃって、心が病んでしまったりすると、その先指導するべき先生たちへの指導が滞ることになってしまうので、先生を育てる先生になっている方は、ご自身のマインドの整え方とかも把握しておかないとグラグラ揺れます。で実際にそういう相談も受けてるんで、今日ちょっと話そうかなというふうに思ってお話をしているんですけれども、結局自分の軸がぶれたりとか、自分の心が揺れると、例えば組織運営とかもそうなんですけれども、そこに全部響いて出てきてしまいます。なので、じゃあどういうふうに考えたらいいのかっていうヒントを今日はお伝えするっていうのがテーマになっております。教師の先生を育成する先生が自分の心を整えるために必要なたった一つのことですね。はい、こちらについてお話をしていきたいと思います。さて、ではその答えをね、まず最初に言いたいと思うんですけれども、たった一つのことは何なんだっていう話なんですけど、あなた自身がいい人にならないっていうことです。ここで言ういい人っていうのは、本当に善人とかっていう意味のいい人っていう意味じゃないです。相手から好かれたい、いい先生だと思われたいと自分が感じているいい人です。もう一度言いますよ。相手から嫌われない、いい先生だと思われるように振る舞うことということで、いい人を演じると言えばいいんでしょうか。はい、っていう感じになるとうまくいかなくなっちゃうんですよ。じゃあ具体例をね、お話をしていきたいと思うんですけれども、例えば、クライアントさんが、理不尽なことを言ってきたりとか、ちょっとそれは自分のね価値観とか、あと社会的な価値観に照らし合わせてもちょっとおかしいなっていうことを、その考え方は一般的には通用しないということと、それはこういうふうにしたらいいよというのを普通に言えるかということです。でここが、じゃあいい人になろうとする先生どういうことになっちゃうかっていうと、その人の要求を受け入れながら、確信の話をぼんやりごまかしながら指導して、その指導している自分嫌わないでねっていうオーラを出しながら指導するもんだから、その方は自分の意見が通ったと勘違いをして、さらに要求がエスカレートしてきたりとかするケースとかがあったり、
場合によっては間違いに気づかないで間違いの方向にどんどん進んでいっちゃうんですよね。ところが本来それを指導するべき立場の先生は、いや、そっちって言ったつもりはないんだけどっていう世界なんですけど、嫌われないように、厳しいことを言わないように逃げると通じないんですよ。 通じないんです。そうすると変な方向に行った時に、今度どういうことが起こると思います？その時って、ちょっと想像してみてほしいんですけど、その変なことに行った人っていうのは、もともとそういうタイプの気質持ってるようなタイプの人なんですよ。で、うまくいかなかった時にどうなるかっていうと、逆恨みをします。 それを言ったのは先生だみたいな雰囲気でですね、責任転嫁をしがちなタイプの方がそういう方なんですよ。ということは、そもそもそちらの道が違うというのであれば、それは違いますよとはっきり言ってあげる必要があります。時にはですね。はい。ただそこには当然その人をもってのことになるので、そのなぜならばっていう理由が感情論ではなく、客観的に理解できる内容で伝えなくてはいけないということです。ここも結構ポイントで、女性が女性を教える場合、まあ私もまあそうなんですけど、教室業の先生って教室業の先生とか教える系で、女性女性じゃないですか。これが、まあ、サロンっていうところで言うと、まあ、整体もそうだしエステもそうなんですけど、女性が女性を教えるようなケースって感情論がちょいちょい顔を出してきてですね、それと事実がごちゃ混ぜになって話が進んでいくので、収拾がつかないことになっちゃうんですよね。だから教える側の立場は、相手が感情を仮にぶつけてきたとしても、その感情の中の事実と感情の部分を切り分けながら話を聞く必要があるということなんです。そうすると、いい人にならなくても、自分が思う正しいなと思う道を、その感情に巻き込まれずに伝えることができるようになります。だから場合によっては、まあ、変な話ですよ、まあ、嫌われてもいいということです。そのレベルでって言っちゃなんなんですけど、こちらはだってその人を嫌いで言ってるわけじゃないわけじゃないですか。むしろ逆で、成長してほしくって、その内容が違うということであれば、その道が違うよっていうことを当然伝えなくてはいけない。伝え方はあると思いますけどね。で、それに対して、この先生嫌いって思うんだったら、その方とはそれまでです、基本的には。だって相性が合わないからです。なので、そこを、その嫌われるっていう感情を受け取るのが苦手な人が多いんです、教室業の先生って。当たり前なんですけど、人は嫌われないより好かれる方が楽しいし楽だから。で、憎悪とか憎しみとか嫌いですっていうオーラ、発言、雰囲気を受け取るっていうのは、マインドやっぱ辛いですよ、それなりに。辛いんだけど、先生を教える先生の立場の人っていうのは、それも含めて受け取る覚悟がないと教えられないということです。だから一般人の生徒さん教えるよりも責任が重いから、その分自分も成長して受け止めるだけの器を広げていかないと、そういう人が来るたんびにマインド上がります。あ、逆ですよ。上がるっていうのは、先生大好きとか、もう尊敬してますとかいう人も当然現れます。過剰に感情を表現してくれる人ね。で、逆にその私がね、言ってることを分かってくれなくて、先生ってそういうひどいこと言うんだっていう、まあこっち側のタイプの人もいる。女性には割と多いタイプですけれども、その一つ一つを真に受けてしまうと、全部自分が感情をね、持ってたとして、そっちに取られちゃうんですよ、やっぱり。で、その中の事実って実は大したことないって言っちゃなんなんだけど、感情ですごい膨らんじゃってるように聞こえるだけで、実際の取り出した話ってちっちゃい話が割と多いんですよ。もちろんちっちゃいとは言いませんよ、その方に。言わないんだけれども、うわーってなってる感情を取り外して取り外していくと、事実って実はすごく簡単に解決できる内容だったりするケースもあるんです。だから指導する立場の側の人間は、そこに一緒に巻き込まれないっていうことがまず必要です。よくあるじゃないですか、溺れる人を助けに行く時って、やっぱプロじゃないと
一緒に溺れるだけな感じなんですよ。あれね、川で子供がとか言ってよく助けに行った大人がものすごい力で子供に巻き込まれて2人死ぬみたいな話とかもあったりするじゃないですか。それはそういう方っていうのは同じぐらいパワーを持ってる、負のパワーも持ってます。だからそのあたりを上手に切り離しながら核心の部分だけで話をするっていう癖をつけないと、自分もいつもマインドが安定しなくて、その人だけじゃなくてその前後の人とか、場合によってセミナーとかだと、そのセミナーで何人にも伝えたりとかっていう時の自分が発信する内容とかオーラもネガティブなものに触れちゃうので、それはいつでも自分の状態を平常な状態に保つっていうことを教える側の指導者は身につけていかなくてはいけない。で、その時に必要なのがいい人にならないっていうことなんですよ。伝えなくてはいけないことは伝えるんです。で、必要以上に感情を込めすぎないっていうことですね。感情に感情で応えちゃうと、一緒に巻き込まれます。だから事実は何なんだっていうのを見極める能力は必要になりますけれども、事実に対して言っていく。だから私指導する時に、その事象に対してはまずはこういうことだよねっていう話は言います。だけれども、感情にも寄り添わなくちゃいけないので、ただそれを言いたい気持ちは分かる、分かる それは感情論の方に一応寄り添って聞いてあげます。でも事実からするとそれはこういうふうに見えることだから、そこは改善しましょうっていう、切り分けて大体私も言うケースが多いので、聞く耳を持つ時に2つに分けて聞くっていうことですね。感情と事実を切り分けるっていうことです。で、主にコンサルもそうなんですけど、指導者の方は事実の方にフォーカスをして伝えていくっていうことが必要になります。で、基本その感情で向かってくる方の癖っていうのは、情緒不安定な方が割と多いです。どういうことかっていうと、悪い時ばっかりじゃないんですよ。感激屋さんでもあります。いい時にはすごくテンションが上がって、先生大好きぐらいのテンションになるんですけど、一点ドーンと落ちると今度先生大嫌いみたいな、この振れ幅がすごい大きい方がもともといらっしゃいます。で、そういう方は適度に嬉しいっていう感情も適度にいただいておいて、憎いみたいな、このね、憎悪っていうか、好きと嫌いっていうのはほぼ両極端風なんだけど、背中合わせになってる部分もあるので、嫌いとかいうふうになったとしても、それをまた和らげて適度なところで聞いておくみたいな、こちら側の感情コントロールがそもそも必要なんですね。だから逆に言うと、こちら側がグラグラしすぎていると、相手にそれが全部移っちゃって、さらにその悪い状況も増幅させることになってしまいますので、あくまでもその中の本質、要は、女性の場合はね、寄り添ってほしいという気持ちがあるので、よっぽど、おかしい内容でなければね、寄り添うことは必要です。だけれども、解決しなくてはいけないところの事実を上手に伝える必要があります。で、よく女性脳と男性脳の話っていうのがあるんですけれども、女性脳って解決を求めないっていうのがあるんですよ。女性脳ってね、聞いてもらえるだけでいいっていう、共感が欲しいっていう脳なんで、そこにフォーカスして、そこやっちゃう先生もいるんですけど、感情に感情で寄り添いすぎると永遠に LINE がストーカーのように続くとか、いろいろな話聞いてるんですけどね、もうすごいんですよ。もう述べつ幕なしに相談が来ちゃう。だから自分の感情のはけ口を、本当は教室業の先生ってそれ仕事じゃないんですよ。仕事じゃないんだけど、もう来ちゃってるこのエンドレスな LINE を止めることができないとかね。だから出だしを誤っちゃいけないんですよ。最初の対応がある程度毅然とした線引きを持たないと、エンドレスにそういう人に付き合う羽目になって、で、さっき言ったように、その人はどういうふうに途中で変わるかっていうと、こっちが例えば我慢して我慢して仮に付き合ってたとするじゃないですか。で、その状態をやめた瞬間に憎しみに変わるんですよ、こっちに。だから最初からある程度の距離感で
適度に付き合っておくっていうことをしないと巻き込まれる。で、それ一人ならまだいいですよ。これ10人とか15人いたら仕事にならない。本業そこじゃないから。なので言葉を吐きたい人はやっぱね、カウンセラーとかそういうのを聞くのが商売の人のところに行ってもらったらいいんですよ。なのでそのあたりの切り分けを受け取る側もちゃんと線引きをしないと、お互いに感情の渦の泥沼の中で巻き込まれて、しかも最悪なのはそんなに付き合って最後ちょっとだけ冷たくした瞬間に裏切られたとか言って、いきなり反転した感情に変わるって方が多い。まあ、だからね、そういう経営者の方のお悩み相談的な話とかね受けるんですけど、だから初動が結構大事だなっていう印象です。でその時にはいい人にならないことです。はい、必要以上にいい人にならないっていうこと、あとは感情と、事実を切り分けるっていうことですね。ここのあたりができてるとだいぶご自身も逆にマインドが整うんじゃないかなと思って、今日はちょっと経営者目線というか指導者目線の方のねお話をしてみました。ということでまとめたいと思います。教室の先生を育成する先生が自分の心を整えるために必要なたった一つのこと、それは、いい人にならない、嫌われないようにと振る舞わないということです。はい、伝えるべきことは伝えなくてはいけないので、その時には感情と、事実を切り分けて、事実に対して改善案は伝えるけど、感情のところは、適度な状態で寄り添うことはしてもいいっていう、そんな感じになります。はい、若干ちょっと難しめの内容かもしれないですけど、ちょっと最近マインド系での整え方のお話をご相談されるケースが増えてきたので、ちょっとそんなことをお伝えしてみました。はい、以上になります。よろしくお願いいたします。